はい、こんばんは。イラストレーションカレッジ、田中です。それではですね、本日もイラストの子を描いていきたいと思いますが、今回はですね、特に何を描くかとか決めずにですね、スケッチ、まあ、ファンタジー的なスケッチなどをですね、ざっとカラースケッチですね、まあ、ラフスケッチに近いイメージで、書いていこうかと思います。ラフト聖書のちょっと中間ぐらい、そちらを目指して書いていこうと思います。まあ今回はですね、本当に最初にまずざっとバッと書き進めて、後からですねしっかり解説をしたりとか、なんでこういうところをこういう風にしているのかとか、画面の占有率、被写体の占有率とか、ダイナミック感を出すにはどうするのかっていうのをですね、スケッチをした後に説明したいと思います。まあ新しい試みというわけで、今回からちょっとずつ紛れ込ませて、普通のあの背景を描いてるような感じの動画からちょっとずつちょっとずつ入れていってみたいと思います。さあそれではですね、まず描いていきたいと思います。まあ、今回はちょっとですね、わかりやすく砦とか、そうですね、城、お城のような感じのものをちょっと描いてみたいと思います。で、西洋っぽいモチーフにはなると思います。さあ、それでは、描いていきます。さあ、ここからはですね、しっかりと描いていくことにしましょう。まずはですね、基本的なメインとなるもののシルエットをですね、描いていきます。で今回なんですが、一応本当なんていうんですかね、別に特殊なことをしないように、デフォルトのブラシでやっております。普通のブラシと違ってですね、フォトショップに最初から入っているような、平筆とか丸筆のような、角度が変わるブラシをですね、多分スタンダードで入ってるとは思うんですが、デフォルトで、それで描いていっております。で、まあこんな感じに、ざっくりと距離感を出しつつ、色をしっかりつけるイメージです。もうこの時点で結構ね、それっぽくなってはくるんですね。なぜこうなるかっていうと、しっかりと、モチーフのシルエットを捉えている。あとは、ちゃんと色の濃さ、コントラストでしっかりと距離感を出している。で、またですね、色相もそれに加え奥に行くにつれて、どん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 淡い色になっているかどうか。まあ、ここら辺が重要ですかね。で、あとは色ムラをしっかりと出して、色の情報量さえ、維持できていれば、それなりにですね、まあ、パッと見た時に、そこまでおかしな絵にはならないと思います。さあ、この2点を意識しつつ、3点かな、コントラスト、色相、シルエット、この3点を意識しつつ、しっかりと、書いていっています。でですね、この明暗をつけるときなんかにもですね、ちょっと重要なのがですね、しっかりと視線誘導をしてやるっていうところです。今回手前のこう緑の草地と、あと、わだちのあるような地面、人が通ってできた道のような地面ですね、この2点をですね、使うことによって、ジグザグ感、奥に向かってジグザグさせながら道が伸びていっている。で、その先にですね、しっかりとした、城を建てる。そうすることによってですね、真ん中の城にですね、目線が行くようになります。で、さらにですね、この城の両サイドの山、山もですね、山のラインがこのお城に向かって伸びているんですね。そうすることによってまたさらにこう目がお城の方に行くと思います。で、さらにですね、一番大事なのはですね、まあ、中距離にあるこの城、この城の中距離にある距離感の中のコントラスト、
影色の淡さで、光の当たってる部分の明るさで、最大限のこの距離にしては最大限のコントラストをつけてやることで、さらにそこに目を活かせることができます。で、手前は結構黒い色で潰してしまったり、影色で潰してしまったりしてもいいと思います。で、奥の両サイドの山なんかもですね、こうあまりコントラストをつけたりとか明るい面を入れないことによって、明暗の差を極力潰してですね、あんまり目がいかないようなイメージに仕上げようと思っています。まあ、今回はラフスケッチということなんで、まあ、手前の右下の水面なんかもね、ざっくりささっと描いて、まあ、それだけでも結構ね、水面っぽいような印象は受けるので大丈夫だと思います。あくまでもちょっと右下の方はちょっとおまけ程度に考えてもらえるといいと思います。で、どんどん描き足していったりなんかして、そうですね、まあ、描きながらちょっと明暗の変化をつけたりとか、鍵切りの部分を強調してみたりなんかしつつ、どんどん進めていくといいと思います。で、今ちょっと入れているようなちょっと強い黄緑っぽい色はちょっと入れすぎるとですね、うるさくなってしまうので、そういうところはちょっと気をつけて後から潰したりとかして調整した方がいいかもしれないですね。なかなかね、バランス見つつスピード勝負で今回は描いてみたので、そこら辺の細々した調整が、手の行き届いてないところはちょっと行き届いてなくて申し訳ないんですが、まあ、そんな感じのことを意識しながらどんどん手を入れて動かしていきます。で、手前は結構明暗つけてるんですが、奥に向かっていく端、左下の方なんかはですね、もうほぼほぼシルエットでいいと思います。ちょっと今でも描きすぎだなとは思っているんですが、この後調整で潰していくかもしれないですね。で、今右や左奥の山に手を入れているんですが、こういうところに手を入れるときは、色の変化で、物の質感の変化をちょっと見せてやったりするといいと思います。岩肌なのか、草地なのか木なのかっていう変化を感じ取れるようなタッチを入れていくといいと思います。タッチというか色の変化ですね。さあ、そんなこんなでざっと描いて、ここからはですね、ちょっとした調整、最終調整、ぼかしたりとか飛ばしたり、今こんな感じでフォグを入れたりとかしてしっかりと描いていきましょう。こんな感じでどんどん手を入れて、で、明るい部分はさらに明るく強調してやったりなんかして、で、暗くしたいところはさらに暗くしたり、潰したりとか、っていうイメージです。あんまりね、こう、ガシガシやりすぎてもあれですが、潰すところをさらに潰して、情報を削りたいところを極限まで削る作業っていうイメージですね。こうすることによって、この真ん中に目が行きやすくなるっていう、イメージを持ってもらえるといいと思います。さあ、それでは完成に近づいてきましたので、また解説編の方へ。さあ、というわけで書き進めてまいりました。まあ、スピードドローイングというような感じで進めてきたんですが、まあ、こんな感じですかね。そうですね、まあ、まずこんな感じで、まあ、ざっとこう形をとって、シルエットをとって面白くなるようなイメージで、なんか若干最初の方が良かったかもしれませんが、で、そこに光をつけてちょっとね、明るい目を出したりとか、まあ、ちょっとね、もうちょっと潰せるところを潰したかったかなっていう印象もあるんですが、まあ、そんなこんなで、こんな感じでちょっとずつ書き足したりとか潰したりして、最後、フィニッシュという感じですかね。で、ちょっとね、失敗したところ、この辺りとか
ここもそうなんですけど、もうちょっと直線的にこう明るい面をね取り入れたかったんですが、ちょっと失敗してしまいましたね。なんでねこういう感じにしたかっていうとですね、まず構図の取り方の説明かなっていう感じなんですが、まあいつも言ってるんですが、こうね、メインとなるモチーフに、一番ライトを当てたりとか明るい部分を作ったりするのはもちろんのこと、メインになるモチーフで、今赤いラインを引いてるところですね。なんでこういうシルエットにしたかっていうと、こういう真ん中にドンとあるイメージのもの、これをですね書くにあたって、これを一つの対象物とした場合、片方はこう下にストーンと落ちていると、でこっちはなだらかになっていると、そういう変化をつけて、絵の面白みを出します。でそこからですね、ちょっとざっと見てもらえるとわかるんですが、ここの、お城がメインのものなので、そこに目が行くようなライティングの付け方とか構図の取り方、そしてあとはですね視線を誘導してやるということで、どういった感じで今回誘導してきたかというと、ここに白いラインをちょっと足して、まずここに目をやらせて、こうギザギザっとこんな形でここに目が行くように、この辺りですねが目に入りやすくするためにですね、そういうライティングの付け方もしています。このギザギザがですね、明るいところで、ここ以外は暗く落とす、ここもそうですけど、そういうことをしてですね画面全体を調整しています。で、ここにもね塔を作ろうかと思ったんですけど、あまりですねここを強調させたいときにですね、ここのシルエットをですねしっかり書き込んでしまうと、どこに目が行っていいのかわからなくなってしまうので、ここはちょっと暗く飛ばしました、潰しました、はいすいません。そんな感じでですね、こう画面を調整しながらやってきております。で、時間的には本当に5時間とか4時間ぐらいで書いたものなので、まだここからどんどん手を入れたりとか、これを下地に作った上でさらにいろいろなものやバランスを崩していくっていうことをしなければ本当はならないんですが、今回ちょっとがっつり書いちゃったんで、バッチリ書いちゃったというか、時間をちょっとね短時間で決めて書いたので、このような形で今回は終わりたいと思います。申し訳ありません。で、ここの建物の中の、明るい面と暗い面の比率もしっかりと等間隔にならないようにしてもらえればと、ね、暗い部分、緑も含めて暗い部分が今回は多めにしておりますんで、こんな感じでちょっと暗い部分が多めになっているっていうバランスで、書きました。よいしょ。そんな形でですね、で今回なんですが、どういったブラシを使ったかと言いますと、よく聞かれるんですが、デフォルトに入ってないブラシ使ってますねっていうのもよく聞かれるんですが、このぐらいだったら今回はですね、汎用ブラシかな、汎用ブラシじゃないな、ドライブラシ、特殊ブラシかな、そうですね、多分入ってるとは思うんですが、ここら辺の今指で指してる点点点点っていう平筆とかっていう丸ブラシとか、丸筆カーブとか平筆、あとはこんなもんかな、このぐらいですかね。あとソフト円ブラシを使って書いております。
まあそんな感じで、まあ、ここら辺のブラシを使ってガシガシ描けば描けますよっていうイメージですかね。まあそんな感じでやってまいりました。まあ、こんな感じでね、短時間で楽しくラフを作るっていうのも、一つ絵を描くときの楽しみでもありますので、皆さんも一度やってみてはいかがでしょうか。さあ、それでは一度この辺りで終わりたいと思います。それではご視聴の方ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた。